はい、本日ですね、2月11日の相場解説は15時44分もお届けしようかと思います。今ご覧いただいているのが4時間足なんですけども、私は今日ね、売りで行った方がいいんじゃないかってことを申し上げました。で、今ずっとですね、チャートは買いに進んでるんですよ。これが何を見せるかってことなんですけども、ここにゾーンがあることを意識してください。力点がありますよね。積み足から始まって、こちら、110円、ジャストのところに、ゾーンがあることが確認できるんではないでしょうか。ここが力点になってますよね。ということはですね、今、ぐーっと上がり続けているポイント、ここで、跳ね返って、下に向かうことをね、意識しなければならないんですよ。で、ここです、エントリーポイント。ここですよね。110円、ジャストです。ですんで、上級者の方はね、こちらから110円ジャストになったところから売りで入ればいいと思います。でもまだ自信がない方は、ここを突き破ってね、力点の上に行くこともあるんですよ。まあ、ですんで、上級者でないなという方はですね、下がったのを確認して、売りに入るということになると思います。もちろん利幅はちっちゃいですよ。でも、初心者の方って利幅がちっちゃくて当たり前なんで、いきなりね、満塁ホームランを狙わないようにした方がいいと思います。で、当然ですけども、この上級者が入るべき根っこっていうのは、それなりにリスクありますからね。ですので、ロスカットがちゃんと使える方でないといけないってことと、資金が十分ある方でないと、この110円で、ロスカットラインを入れてね、売りにかけるってことはできないと思います。1時間見てみます。1時間、2つのゾーンがあります。同じです。110円のあたりにゾーンがあることを黄色く引いてるのがわかると思います。そこに向かって今、ずっと上がってるわけですから、もうすぐ売りのタイミング、エントリーポイントが来るんではないかなってことですよね。で、私はすでにね、ここから売りを仕掛けてもいいと思うんですよ。で、ロスカットライン引くところっていうのは、このゾーンの上のあたりです。ここ。どこで入ってもいいんですけども、ロスカットラインはここに引いた方がいいと思います。で、テイクプロフィットラインはリスクリワードで測りますから、例えば、このあたりで入った方がいるとしたら、リスクリワードを私の場合 1.3 で持ちますので、大体ですけど、目分量で、こんな感じですよね。テイクプロフィットラインは、まっすぐ、このゾーンの位置になりますよね。ということでございます。はい、というようなね、相場解説になります。私はもう、この相場解説動画を撮った後、すぐに売りで入りますけど、皆さんどうされるか、それぞれで検討されてください。ありがとうございました。